空手とは師から型を受け継ぐこと、師から受け継いだ型を守ること、そして人を養うこと、人を育てること。初段だけは通してみると分かりにくいことがたくさんあります。しかし2段3段を全て通してみると初めて見えてくる世界があります。その世界は決して遠い奥の世界ではありません。通り抜けて大きな力を得るためには内八だけではなく精査、そしてそのさらに上に立ちて伐採、二世神などを学びながら多くの技術、原理、そして人の心の機微、そして戦いについて学んでいってほしいと思います。七八初段には数多くの学ぶことがあります。その重心の移動の仕方、体の骨格の揃え方、遠心力を発生させ方、さまざまあります。基本的なことは体の重心を揃えて動かすということです。人間の体は機械ではありません。ですから簡単に揃えるということはできません。そしてただ単に一緒に動けばいいわけでもありません。一緒に動かなくても揃う体、それを作り上げるのが内八の型になります。特に内八初段は最初に打撃を覚える技、重心の移動、重心を使った打撃力、威力を養成する、さまざまな考え方ありますが、全ては突き攻撃で相手を倒すための力を養うために練習をします。ただ単に技をたくさん組み合わせたものが型ではなく、自分の体を理解し、自分の体を運用する、自分の体を完全にコントロールするための入り口となるのが内八の型です。そして内八初段にはまず分かってほしい打撃力、つまり遠心力、重心の移動、これを養うために作られています。そして2段3段以降ではまたさらに新しい原理を加えていきます。まず最初に内八初段を皆さんが覚えることによって体の使い方、体の意識、そして基本的な重要なことを覚えていく、それが生涯にわたる鍛錬の中で全て必ず生かされていきます。内八初段。